どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは8番出口 VR。 8番ライクでおなじみ8番出口が VR チャットで遊べるデモワールドとなっています。ワールドに入るとそこは人によってはよく見たであろう光景が広がっています。看板などその他もろもろが原作再現とされています。雰囲気バッチリですね。もちろんやることは簡単です。異変を見かけなかったら進む、見かけたら引き返す、これだけです。特に問題なければ先へと進み、異変を見つけたら引き返すことで先へと進めます。もちろんミスすると最初からやり直しになるのは原作通りです。異変はおなじみのこの看板以外は VR チャットならではのものとなっています。こんな感じで異変を見つけたら引き返す、見つからなかったら進むワールドとなっています。デモ版ということなので異変自体が簡単なものとなっており、慣れていなくても5分から10分で終わる内容となっていますが、8番出口の雰囲気はしっかりと再現されており、没入感バッチリとなっています。またとある行動をすると看板のアバターをもらえます。壁とかにいると原作再現ができるかも。そんな感じで8番出口を体験できるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。